どうもこんにちは、本田です。それでは今日は極座標について学んでいこう。まずは極座標が何かを説明する前に三角関数の復習をしよう。ここに半径 R の円があって、その円周上に点 x コンマ y があったとする。さらにここの角を θ とする。この時コサイン θ は r 分の x だから、 x イコール r コサイン θ。 サイン θ は r 分の y だから、 y イコール r サイン θ。 半径の r は三平方の定理よりルート x2 乗プラス y2 乗、これが成り立つよね。さて、極座標って何かというと、この点の位置を半径 r 角 θ で表した場合、 r コンマ θ のこと極座標っていうんだ。これに対しこの点の位置を今まで通り横 x 縦 y で表した場合、 x コンマ y のことを直交座標っていうんだ。さらに極座標平面では原点のことを極、 x 軸のこの部分のことを始線、この角のことを偏角っていうんだ。横と縦で位置を表す、これが直交座標。半径と角で位置を表す、これが極座標。いいかな。では改めて初めに求めた式を見てみよう。この式は x と y が求まれば半径と偏角が求まる、逆に半径と偏角が求まれば x と y が求まる、そういう式になってるよね。つまり直交座標と極座標の橋渡しをする重要な式なんだ。この式を意味を理解して覚えよう。では最後に具体的な問題を使って今日学んだ内容をおさらいしよう。では直交座標ルート2コンマルート6を極座標で表してみよう。これはどうやって考えればいいと思う？これは半径は三平方の定理より2ルート2ってわかる。ここでこの直角三角形は三辺の比が1対2対ルート3になっているから、偏角は3分の π ということがわかる。ということで直交座標ルート2コンマルート6は極座標に直すと2ルート2コンマ3分の π になる。今日は半径と角で位置を表す極座標について学んだぜ。内容を理解してから次の復習動画へ進んでくれ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。